お芝居を自分でするっていうのも想像してなかったので <laughs> 結構なんか地元の友達とかが言われるでしょ見ると結構カレンじゃないみたいなバ <laughs> ラエティーの初めての登録の時本当に4回ぐらいしか喋れなくて <laughs>、うん、すごいヤババカッバカ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  <laughs> いつかこれがカレンらしさっていうのが出ればいいなと思ってるので私、うん、って言っとこうかっていう。 DJ 今野電光石火バイトニューイヤースペシャルスペシャルゲスト安西かれんちゃん。よろしくお願いします。あけましたましおめでとうございます。いやもう2021年早々かれんちゃんですかね。私 <laughs> もよろしくお願いします。いやでもさもう去年はさ <laughs> もうさ人生変わったんじゃない。結構でも、うん、変わったんじゃないっていっぱい言われるんですよ。言われるでしょ <laughs> あの。言われるというかあの世間の人たちが <laughs>、はい、安西かれんバズった。 っていうような認識、えー、本人はどうなのか、れんちゃん。え、でも、なんか、その、やっぱ、お仕事させていただくことはたくさん増えましたけど、うん、でも、なんか。あんま、そんな変わったな。いや、でも、当たり前に、みんな聞かれると思うけど。あの、ドラマのエムをやって、はい、その、前と後は変わった。だろうなって、みんな思ってるよ、きっと。<laughs> までも、そうですね、結構思、ね、思われる。今までやっ。 歌の仕事、はい、歌というかそういうアーティストの仕事をしててあの M で、えー、女優じゃないあの壁壁というかうあの峠はでかかったんじゃない絶対。そうですね、やっぱなんかお芝居を自分でするっていうのも想像してなかったので最初は、うん、その2020年、はい、全部通してもう楽しかったっていう思い出しかないですね<あ>逆に。 普通にみんな見てたしさカレンちゃんの愛を注目してた、はい、<laughs> でもそういう意識ないもうほんと変な話じゃなく日本中でちゅう、はい、自分が注目されてるっていう感じあお芝居をしなきゃいけないしないとっていうのにすごい必死だったんでうん、うん、そんななんか皆さんからの声の想像とかも全然できてなかったんですよなんか反響を考える余裕もなくてか毎週さ土曜日いし。あのうん ツイッターのトレンドとか入ってくれたりするようになっていつの間にか私のものとかしてくれる人が増えたりと思いかして毎週ツイッタートレンド入ってたしさでもそれって嬉しいよねやっぱりやりがいと手応えって感じるよね去年のことだったからあれだけどあえてもう言うけどあれは演技あれなんかもう半分 分っていう感じです。結構なんか地元の友達とかが言われるでしょ。見ると結構カレんじゃないみたいな。そうなんだ。そうなんですよね。見るかさ、あの子に資料あったりするんだけど、はい、あの歌番組はもちろんだけど、バラエティ出たね。はい、もうたくさん。今アーティストというかさ、で出てるのって。 カレンちゃんと DJ 小倉が出てる節目もバラエティわけで、確かにそうですね。印象に残ってるやつとかある？いやもう全部印象的なんですけど、まあやっぱりなんかその、うん、バラエティの初めての収録の時、さ、うんま御殿さんに出て、御殿、えー、が初,初なの？そうなんですよ。も結構収録時間長いんですよ。その中で多分、うん、本当に四回ぐらいしか。 しゃべれなくていやもうでもすごく優しい方なんですけど次いくよみたいな感じで、うん、あれがもうすごいやばかったバクバク,バクはい、はい、その, <laughs> あの,あの振ってくれる感じがやっぱりわれわれ素人にとっては分かりやすいんだよね分かりやすいけどそれに対して何を答えていいかって、はい、芸人さんはすごいターンするじゃない。 そ,そこそういうのがあるんだけど、それをなかなか、おいたちそんなすぐ浮かばないからさ。浮かばないですね。もう。ね、バラエティー枠の先輩としては、<laughs> もう落ち着いてそのままで。あ、本当ですか。ありがとうございます。落ち着いてそのままで、無防備で。あの、まだまだ、あのー、何、天ぷら粉とか、あのー、つけてないエビでいて大丈夫だと思う。本当ですか。ありがとうございます。<laughs> そしたら、あの周りで、あのー 何揚げパン粉とかつけてくれてジャ、うん、バーンって揚げさせてくれるから。うん、ありがとうございます。<laughs> <びで> <laughs> エビで <laughs> 私。エビアレルギー。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ他ので、ね。<laughs> のね、<laughs> でもあれだよね。今あのー、シークレットラブ。はい、そうです。いいね。ありがとうございます。俺ねいつもカレンちゃんの曲はね。 押せるの好きなのなんかリアルタイムな音だしあの等身大の何かカレンちゃんを出してくれる感じがしてさあ,、ね、ありがとトラップもギャルトラップもね,ねプも好きで新曲はどうどうっていうのは変だけど毎回毎回結構違うんですけど、ね、もうなんか私 安西かれんって言ったらこれみたいなのをちょっと作りたくないなと思って、うんうん、あなるほどねそうなんですよねなんかもう音楽もいろんなジャンルがやっぱ好きなのでんかあんまなんかそうまあいつかこれがかれんらしさっていうのが出ればいいなと思ってるので、うんうん、別に今からそう変になんかこう作るよりらしさはね、あのあ出てるよ本当ですすかありがとうございますあの前作もそうだし、うん、あと高校生 の皆さんと一緒にやったの。僕らは強くなる。僕らもそうだし、はい、あのらしさがすごいあるんだよね。ですか今っぽさっていう言葉が古いからね。あんまり当てはまらないかもしれないけど、時代のなんか。うん、ジェネレーションっぽさとかさ。そういうのがもう本人持ってるから。ありがとうございます。すごくそれがらしさかなと思って。本当ですか。ありがとうございます。うん、<laughs> 音自体がさ、全部抜けがいいよね。トラップの、うん、音にしてもフューチャーベースだったり。 フィーチャーベースっていうようなあのちょっと EDM っぽいうん、うん、あのチルなジャンルがあるんだけども、はい、それでも抜けがよく透明感があるんだよね。なんね。嬉しいです。ありがとうございます。で、えー、今回のシークレットラブも、うん、その透明感というかあの抜けの良さはすごい感じるから。うん、えー、嬉しいですね。なんで最初シーいうたの？<laughs> あれなんかやっぱシークレットラブなので <laughs> 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 なんか全然最初予定なかったんですけど。 まあ、しって言っとこうかっていう。<laughs> あれは大体誰の。高校入ってたらいいんじゃないみたいな感じでなんかみんな一致でしたね。な,んかなるほど。だって前のもそうだけど喋るよね。なんか言葉っぽいちょっとした。ああ喋りますね,ね確かに。うん、ギャルトラップなんてめっちゃ喋っ,、ね、っ,ってるよね。めっちゃ喋ってるよね。言葉をさ歌声を大切にしてる感じはすごいしてたんで。かりがいます。なんかすごく。<laughs> みんなきっとありに歩み寄るんだなってい。ええー、ありがとうございますこんなに褒めていただいて。褒めるよそん <laughs> だって新年早々来てもらってるんだからありがとうございます。<laughs> <laughs> ああ2021年だけど、はい、やってみたいこととかさ。 お仕事のことで言ったらでもなんか本当にまだ未知なので、うん、未知未知なんかもう、うん、夢とか目標を作るのがすごく苦手でわ <laughs> かるそれも <laughs> そうねなんかもう今のやつをちょ超頑張って何かに繋げれば繋げ<ー>ればいいなっていうスタンスで2020年はもうやっぱ本当にいろんなことが初めてのことだらけだったのでそうだ、ね、そう本当もう1日をどう乗り越えるかみたいな、うん、<laughs> ところだったので、はい、そういうのをもうちょいねなんか自分の中にもうちょいあの 仕込んでもともといい作品に繋げられればいいなと思いますね今年はなるほどね毎日をこなしていく目の前のことをこなしていくことが、うん、っていうような仕事というよりもその活動のスタンスなんだよね、うん、そうでしたね俺たち TRF もそうだったのそうそう <laughs> デビューして目標はって開いても、うん、いや目の前のことを一生懸命やるだけです、うん、っていうことの積み重ねだったりしたからさ、うん、そうなってくるときっと あのプライベートがもうすべて仕事でしょ。きそうですね。でも番組とかバラエティとか出てるとアンケートでマイブームあったとかさ。ありますね。あでもね結構ありますよ。私あの。えあるの？はい。なんか2020年いやプライベートマイブームじゃないんですけど2020年はずっと私バンジージャンプやりたいって言っててえで行きました。12月に。やった。流行りました。 お、大丈夫だった。大丈夫でした、もう超楽しかったです。いけるんだ、絶叫系いけるんだ。絶叫系が大好きすぎて、えー、なん富士急。富士急、富士急ハイランドとかに、毎年あの地元の、もう決まったメンバーと行くんですよ。だけども、なんか富士急、その乗りすぎて、なんかまあ、次どこにこう行くのかみたいなの、すごい想像できるよね。何で。そうなんです、だからもう新たなスリルを求め。 バンジーをやったんですけどそれ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 あのもうでバンジーがいけたんだいけたのでまあんか2021年どうなるか分かんないんですけどまたんかあのねもっと高いバンジーだとかあとスカイダイビングとかそういうのやりたいご覧の皆様安西かれんあの絶叫あとスカイダイビングその辺のロケがありましたら。 大丈夫だそそうううです。す。お願いします <laughs> お願いしま番組とかででで仲良くなななっっっっった人いいいるるバラエティの方ととかか。かててみんん優しすすけど、やっぱなんかみんな収録が終わさー帰帰ちちゃゃゃうっちゃう。じりますら全然あのその深いところまで入るあれができないですね気、はい、が。 あの、そこにそれになれるまで、やっぱり時間かかったから。ですよね。なんかもう、だから、聞けないですね。うん、まあ。なるほどね。俺、最近、誰と仲良くなったかな。大黒摩季ちゃん。ああ、はいはい、あの、あれです。あの、一回、ご一緒させていただいて。うんうん。めっちゃ優しかったです。めっちゃ優しかったし。かっこいいよね。かっこいいですね。あ、もう。この間、ラジオで一緒になってさあの、初めて、あんなに長くラジオで。 話してたらすごいやっぱりテンション高いし、あと今彼氏が欲しいんだって。てい <laughs> ごめんなさい笑いっぱい,いじゃない。大黒マキさんとやっぱりまだ向ことも多いじゃない先輩に絶対。一緒に歌わせていただいたんです。あ、そうなのうな？ミュージックフェアで歌わせていただいて。 じゃあもう大黒マクちゃんのその声の重ねのうまさとかも超上手にハモっていただきましたでしょう。2021年の目標でした。い,いいですね。<laughs> マクちゃん呼んでチ人でちょっと食事会あー。ああめっちゃいいですね。したいですしたいです。しったしししし。これこれ決定決定。初タロットです。初タロット。安西カレンがどんな年でしょう。 <laughs> 怖いんだけどなんか魚がいんだけど<ー>。<laughs> 海にザボーンですから。ザボンですね。魚がいるんだけど怖い。<laughs> <laughs> 必ず手を先に置いて力になってくれる、ね。ええすごい,、えー、すごいありがたい。うす、ね、ええー、だけどすごいですね確かにそう。